皆さんこんにちは。今朝はね、久々に朝練やってきました。まあ体調の方はね、実はあまりこう変わらないんですよ。ただね、ここのところ実を言うとね、プライベートでもいろいろね、ちょっとまあ大変なことがあったり、もちろん仕事でも大変だったり、体調も相変わらず優れなかったりね。まあでもね、生きていくっていうことはまあいつもね、順風満帆で、まあ、できればね毎日笑って楽しく生きていきたいんですけど、まあ、なかなかね、笑うのにこう笑って楽しく生きていくのに自然に笑えない時ってありますよね。すごく困難な時、その自然にね、辛くてもう悲しくて苦しくてしょうがない時ってあるんですよね。でもそういう時でもね、まあ辛い時にね泣くのは誰でもできるし、苦しくて泣くのも誰でもできるし、でもそういう時に笑うのってなかなか誰にでもできないですよね。まあ無理があるっていう言い方もあるかもしれないけれど、辛い時にね、辛い顔をするじゃ面白くないから、辛いからこそね、笑ってみようかとか、悲しいからこそね笑ってみようかとか、まあでもね、辛い時に泣くのってね、これはこれって楽しいんですよね。だって自分の心に正直にするんだから、その涙がね溢れてくるとね、それはそれでね、何か私の脳内に、いい物質がね、その泣くことによってその悲しみを癒すような物質が出てるっていうことにね、初めて気づきました。だから泣くのもいいことなんですよね。だけど泣くと悲しくなるじゃないですか、余計にね。だから人は悲しいと泣くんですけど、泣くと余計に悲しくなるんですよね。だからそういう時こそね、笑うとね、まあ楽しくなるっていうか、そういう側面もあるような気がします。まあ相変わらずね、私は体調も優れないし、今ちょっとプライベートでも大変だったり、あと仕事でもね大変だったり、まあいろいろ大変なんですけど、でも生きてるから大変なんでね、死んじゃったら楽になれますよね。まあ楽っていうか、それが楽なのかどうなのか私には分かりませんけど、死ねば全て終わりですからね。まあ生きてるっていうことが、まあ、人生の最良な時であるとすると、やはりね、生きてる以上はね、何か問題っていうのは生じるわけで、その問題を解決していくっていうことが生きていくってことなんですね。できればその問題を解決していくのは楽しく解決していった方がいいでしょう。苦虫をね噛みつぶしながら生きていくよりかは、楽しくね笑いながら笑顔で生きていきたいじゃないですか。よくね昔言われたんですよ。例えばこう何でしたっけ、ジャムとかね、そういうのをこうキャップって取ろうとするじゃないですか、ね、取ると硬くてね取れない時ってありません？でこれ開けてよとか言われて、分かった、うーんとか言ってね、で開けてる時にお前顔に力入れないで手に力入れろって、そういう風に言われたことありません？お前顔に力入れてもダメだろって、もう手に力入れなきゃ開かないよなんてね、じゃあお前がやるよってね、人に頼むなよって思うんですけど、そういうことと似てるんですけどね。まあ、生きていくっていうのは大変なことなんだけど、苦虫噛みつぶしてもね、何も生きていくことそのものには影響ないんですよね。だったら楽しく生きていった方が、笑顔でね毎日暮らした方が、日々暮らした方がいいんじゃないかなと思います。まあ、今朝はね久しぶりに朝練をして、まだ梅雨空なんでね、でもちょっと寝坊してね、まあ、体調が本当にいまいちなんで、寝坊しても、梅雨前線の雲の上から太陽が昇って、ちょっと幻想的なね、無敵楼なんていうねタイトルにしましたけど、まあこれはね横浜の無敵楼のパクリですすいません。まあね、無敵が聞こえるような霧の日のねに、その霧の上から太陽が昇ってきた。でやっぱりね、練習サボってたんでね、ジンバルがねやっぱりメンテナンス不良で、もう上のね、シャフトを固定してるね、目くらネジがあるんですけど、これがもうね、緩んでて、撮ってる時ちょっとずつこうずれ落ちてるんですね
最後スポーンと逃げちゃったんですけど、まあ、脱落しましたけどね、これ飛行機だったら大事ですよね、大事故です。だからやはりねメンテナンスも大事だし、でもまあ今朝はね、ちょっとねお見苦しい、そういうんでちょっと画面が上下にすごく揺れてるんですけど、まあ久しぶりに上げてみました朝練動画。まだね、ご覧になっておられない方はぜひご覧になってください。ちょっとね長々とね話しちゃいましたね、昼間からビール飲んでますからね。させん。それでは皆さん良い休日を。